こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の雑学のコーナーです。今日の雑学は、えー、古代ローマ人はバターを食べてはいなかったという話ですね。まあ、食べ物以外の用途で使っていたということになります。はい。何に使っていたんでしょうか どうして食べなかったんでしょうかはい。謎ですよね。そこをご説明いたします。ご説明じゃないですね。自分のやることにゴーなんてつけちゃいけないですね。説明させていただきます。はい。<laughs> 細かいなえっとですね。バターはですね、あの、外側から、ローマの外側からやってきたものでした。はい。で、ローマ人はですね、これを野蛮なものだと言って食べなかったんです。はい。 食べなかったんです、はい、じゃあ何に使っていたのかなんとワセリン代わりです塗り薬として使っていました傷口に塗ってそれ以上傷口が外にさらされるのを防ぐという使い方をしていましたはい以上でございます面白いですねはい口にもせずにあんなの砂糖と塩とちょっとつけて舐めたらもうおいしいのに <laughs> <laughs> まあ、昔のバターと今の豚は違うかもしれないですけどね。はい、今はね、いろいろね、工場できちんと作られてるんでね、昔のバターはまたちょっと匂いとかいろいろあったかもしれないですけどね。はい。はい。ということで、今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。